5年後の業務開始を目指し建て替えが行われる仙台市役所の新たなイメージ図が公開されました市民の交流の場となる1階、2階部分に木材を活用したりデジタルの掲示板を設けたりする点が特徴です仙台市役所本庁舎は完成から58年が経ち老朽化が進んだため建て替えることが決まっています新しい庁舎は 地上15階地下1階建てで現在の場所に建てられます今回公開されたのはさまざまな方面から見た本庁舎の外観や市民が気軽に立ち寄り交流できる場を目指す低層部などのイメージ図です市によりますと特徴は3つ1つは建物のシンボルとなる市のマーク市障の位置です の大きな高さ建物でで、ありますこちらちょうど一番町の通りから軸線上にあるところにこのアイポイントとなる支障を設けているというところです今色が緑にしてますが夜間とかライトアップもちょっと考えているというところでございますまた市では現在お祝い事などがあると本庁舎に横断幕や懸垂幕を掲示しますが新庁舎ではこれをデジタル化し ここにさまざまな姿勢情報を発信していくことにしています。さらに。一二階や広場には木材をふんだんに活用し。リラックスできる空間を目指します。一二階の低層部はやっぱり売りになっていまして。コンセプトでも市民のあのう、賑わいとか。のことを考えていますので。そこが一番特徴であるかなと思っています。 仙台市では今年の秋に議会棟などから解体を始め来年度には新庁舎の工事に着手し,着手します。